来週のハロウィンを控え、グッズなどの売り上げが好調な一方、東京・渋谷の量販店などでは今年も酒類の販売を自粛します。ドン・キホーテではハロウィングッズの売り上げがおよそ2割伸びています。外国人観光客に日本のアニメ関連が人気です。こちらの店では28日土曜日と31日ハロウィン当日に酒の販売を取りやめます。酒類の販売を中止するのはドン・キホーテの渋谷店で、時間帯は午後6時から翌朝5時までです。大手コンビニ3社も原則販売を取りやめるということです。